カンタベリーのアンセルムスは中世ヨーロッパの神学者かつ哲学者であり、1993年から亡くなるまでカンタベリー外司教の座にあったカトリック教会で聖人。日本のカトリック教会ではカンタベリーの聖アンセルも聖アンセルも司教教会博士とも呼ばれる。初めて理性的、学術的に神を把握しようと努めた人物であり、それゆえ一般的に 彼をはじめとして交流する中世の学術形態、スコラ学の父と呼ばれる。神の本体論的存在証明でも有名。神聖ローマ帝国地下のブルグン島王国の都市、アオスタで誕生した。アオスタは今日のフランスとスイス両国の国境と接するイタリアのバルレ・ダオスタ州に位置する。父のガンドルフォは、 ランゴバルドの貴族であり、また母のエルメンベルガモブルグントの貴族の出自であり、大事主であった。父は息子に政治家の道を歩ませたかったが、アンセルムスはむしろ資料深く高潔な母の経験が、信仰に大いに影響された。15歳の時、修道院に入ることを希望したが、父の了承を得ることはできなかった。失望したアンセルムスは、新院性の病を患い、 その病から回復して一時の間、彼は進学の道を諦め、放らな生活を送ったと言われる。この間に彼の真摯な気持ちを理解してくれていた母が亡くなったため、アンセルムスはこれ以上父の激しい性格に我慢ならなくなった。1056年に家を出たアンセルムスは、ブルグントとフランスを歩いて回った。その途中、ブルグントにある ベネディクト会クルニー修道院、その系列のルベック修道院の副院長を当時務めていたランフランクスの功名を聞きつけ、アンセルムスは同修道院のあるノルマンディに向かう。そして滞在していた1年間のうちに同修道院で修道士として生きることを決意する。アンセルムスが27歳の時のことである。また、幼い頃から素晴らしい教育を受けてきた。 アンセルムスの才能が開花するのはこの時からである。3年後の1063年、ラン・フランクスがカーンの修道院長に任命された時、アンセルムスはルベック修道院の副委員長に選出された。彼はその後15年間にわたってその座にあり、1078年、ルベック修道院の創設者であり、初代修道院長であるヘルルイヌスの死によって、アンセルムスは 同修道委員長に選出された。彼自身は積極的に推し進めたわけではないが、アンセルムスの下で、ベックはヨーロッパ中に知られる進学の場となった。この期間に、アンセルムスの最初の語教論文、モノロギオンとプロスロギオンが書かれた。また、問答作品、真理について、選択の自由について、そして悪魔の堕落についてが書かれたのも、この時期である。 その後アンセルムスは死であったラン・フランクスを継いでカンタベリー大司教となるが当時はオットー一世のオットーの特権ハイン・リヒ三世の教会改革運動をめぐるいざこざを始まりとし有名なカノスサの屈辱で最盛期を迎える聖職者ジョニンケントー県闘争の時代であったイングランドも例外ではなくイングランド教会の長である カンタベリー大司教をはじめとする聖職者の座を王室と教皇、どちらの権威を持って除任するのかという問題へ発展していく。これはただ単に名誉的な問題ではなく、高位聖職者は司教管区や修道院を元として報道が監修として認められていたため、政治的、実質的問題となるのであった。このようにしてイングランドにおける教会の代表者アンセルムスは、 イングランド国王たちと長きにわたる闘争に巻き込まれてゆくのである。ノルマンディ公であったギオーム二世は1066年にイングランド国王ウィリアム一世として即位し、ノルマン朝を起こす。ノルマンディ公としてウィリアム一世はルベック修道院の保護者であり、また同修道院がイングランドに広大な辞書を所有するに至り、アンセルムスは時折同地を訪れるようになる。 彼の温厚な性格と揺るぎない信仰精神により、アンセルムスは、同地の人々に慕われ、尊敬されるに至って、当時カンタベリー外司教であったランフランクスの後継者だと、当然のように思われていた。しかし1089年、その偉大なるランフランクスの死に際して、王権の拡大を狙っていた、当時のイングランド国王ウィリアム二世は、司教座の土地と財産を抑え、 新たな大司教を指名しなかった。約4年後の1092年に、チェスター教、ヒューの招きによって、アンセルムスはしぶしぶ、イングランドへ渡った。4ヶ月ほどチェスターにおける、修道院設立などの任務により、同地に拘束された後、アンセルムスがノルマンディーへ帰ろうとした時、イングランド王によって引き止められた。翌年、ウィリアム二世は病に倒れ、死が近づいているように思えた。 そこで大司教を任命しなかった罪の許しを欲したウィリアム二世はアンセルムスをしばらくの間空位となっていたカンタベリー大司教の座に指名した。いざこざがあったもののアンセルムスは司教座を引き受けることを納得した。ノルマンディでの職務を免ぜられた後、アンセルムスは193年12月4日に司教除回を受けた。 彼は大司教座を引き受ける代わりに、イングランド王に次の事項を要求した。すなわち、没収した大司教管区の財産を返すこと大司教の勧告を受け入れること対立教皇クレメンス三世を否認し、ウルバノス二世を教皇として認めることである。自分の死が近いと思っていたウィリアム二世はこれらのことを約束するが、実際には最初の事項が、 部分的に認められたのみであり、また、三番目の事項は、アンセルムスと、イングランド王を険悪な関係に追い込むことになる。効果か不幸か、ウィリアム二世は、病の床から回復して、アンセルムスの大使教座の見返りに、多大な財産の贈呈を要求した。これを生殖売買と見たアンセルムスはきっぱりと断り、これに怒った国王は、復讐に出る。教会の決まりとして、 カンタベリー大司教などの首都大司教として性別されるにはパリウムを直接教皇の手から授与されなくてはならない。従ってアンセルムスはパリウムを受け取りにローマへ行くことを主張したがこれは実質的に王室が教皇ウルバノス2世の権威を認めることとなるためウィリアム2世はローマ行きを許さなかった。イングランド教会の首都大司教の助任問題は その後2年にわたって続いた。1095年、国王は密かにローマへ使いを出し、教皇ウルガヌス2世を認める旨を伝え、パリウムを持った教皇特使を送ってくれるよう教皇に頼んだ。そして、ウィリアム2世は自らパリウムを授与しようとしたが、聖職者女人という教会内の事柄に、俗界の王権が入り込むことを教皇に拒んだ、アンセルムスは、 国王から受け取ることはなかった。197年10月、アンセルムスは国王の許可を得ずにローマへ赴いた。怒ったウィリアム2世はアンセルムスの帰還を許さず、直ちに大司教官区の財産を抑え、以降彼の死まで保ち続けた。ローマでのアンセルムスはウルバノス2世に名誉を持って迎えられ、 翌年のバーリーにおける大会議にて、聖教会の代表者らの主張に対抗して、カトリック教会の二階アコンスタンティノポリス信条で確認された、聖霊発出の教義を守る役に指名された。また、同会議は、教会の聖職者除任権を再確認したが、ウルバノス二世は、イングランド王室と真っ向から対決することを好まず、イングランドの除任権闘争は、決着を見ずに終わった。 ローマを立ち、カプア近郊の小村で時を過ごしたアンセルムスは、そこで樹肉に関する論文、神はなぜ人間になられたかを書き上げ、また、翌1 0九9年のラテラの宮殿での会議に出席した。1百年、ウィリアム二世は狩猟中に、不明の死を遂げた。王位を、兄のロバートが、不在の間に継承したヘンリー一世は、教会の承認を得たいがために、直ちに、 アンセルムスを呼び戻した。しかし、仙台王と同じく女任権を要求したヘンリー一世とアンセルムスは再び仲違いをすることとなる。国王は教皇に何度かこれを認めようとし向けたものの、当時の教皇パスカリス二世が認めることはなかった。この間、1103年4月から1106年8月までアンセルムスは追放の身にあった。そしてついに1百七年。 ウェストミンスター協会会議にて国王が女人権の放棄を約束し和解がもたらされた。このウェストミンスター合意は後の聖職者女人権闘争に幕を下ろす1122年のボルムス協約のモデルとなる。こうしてアンセルムスは長きにわたった女人権闘争から解放されたのである。彼の最後の2年間は大司教の職務に費やされた。 カンタベリー大司教アンセルムスは1109年4月21日に死亡した。彼は1494年に教皇アレクサンデル6世によって劣勢され、また1720年には学識に優れた聖人に贈られる教会博士の称号を得た。カンタベリー大聖堂に飾られているステンドグラスアンセルムスがスコラ学の父と呼ばれるゆえんはすでに諸著作。 モノロギオンに見て取れる。独白を意味するこの論文で彼は神の存在と特性を理性によって捉えようとした。それはそれまでの迷信にも似たキリスト教の意向を持って神を論ずる者とは一線を隠した。もう一つの主要論文プロスロギオンは構想当初理解を求める信仰と題されていたがこれは彼の神学者 スコラ学者としての姿勢を特徴づけるものとして、しばしば言及される。この立場は通常、理解できることや論証できることのみを信じる立場ではなく、また、信じることのみで足りるとする立場でもなく、信じているがゆえにより深い理解を求める姿勢、あるいはより深く理解するために信じる姿勢であると、返される。神の存在証明は、 プロスロギオンの特に第二章を中心に展開されたもので、おおよそ以下のような形をとる。神はそれ以上大きなものがないような存在である。一般に何かが人間の理解のうちにあるだけではなく、実際に存在する方がより大きいと言える。もしも、そのような存在が人間の理解のうちにあるだけで、実際に存在しないのであれば、それは、 それ以上大きなものがないという定義に反する。そこで、神は人間の理解のうちにあるだけではなく、実際に存在する。この証明は、後に、イマヌエル・カントによって、存在論的な神の存在証明と呼ばれ、ルネデカルトなど中世以降の哲学者にも大きな影響を与えたと言われるアンセルムスは、スコラ哲学の父と、哲学入門書などで紹介されることは多いものの、 その著書を入手することは非常に困難となっているのが現状である。成文社より全一巻のアンセルムス全集が出ている。上智大学中世思想研究所、中世思想原点修正7全キスコラ学は、モノロギオン、プロスロギオンをはじめとするアンセルムスの主張を収めている。また、主要著作は短所としても存在する。アンセルムスに関する著作、研究所には、 イグトール、聖アンセルムスの生涯などがあり、また、日本でも有名なカール・ワルトによる研究所も存在する。キャット、カトリック教会の青年向けカテキズム、日本カトリック司教協議会青少年死獄部門に役、カトリック中央協議会、二千十三年六月三十日、ISBN 九百七十八から四から8七7 5 0一七四七 p 百七十八 ラウドティ成人カレンダー。聖パウロ女子修道会。2014年4月24日閲覧。ありがとうございます。